今福鶴見駅は大阪府大阪市上東区今福東2丁目にある大阪市高速電気軌道長堀鶴見緑地線の駅上東区と鶴見区との区境にある駅番号は N24 国道479号と鶴見2の交点に位置するホームコンコースにある花水木の壁画島式ホーム一面2線を有する地下駅である改札口は 京橋寄りの一箇所のみ。当駅は、ドーム前、千代崎関区駅に所属し、横包み駅が管轄している。当駅のテーマは、鶴見区の区花の一つである、花水木である。コンコースに花水木の壁画がある。2020年11月10日の1日、上降人員は2460人である。この上降人員数は、長堀鶴見緑地線の単独駅では最大である。 2001年に、椿本知恵院が鶴見4丁目から撤退した後地に、2003年6月28日に、スーパーマーケット、飲食店の集合施設、クレッセグルメガーデン鶴見がオープンした。これにより、東駅東側の鶴見区鶴見3丁目、4丁目周辺地域の生活上の利便性が大きく向上し、土地の人気が上がったため、マンションの建設ラッシュが始まり、 人口が増加した。結果として、当駅の利用人口も増加したので、駅前にコンビニエンスストアや、インターネットカフェ、薬局や、学習塾などが進出し、駅前は以前と比べ大変賑やかになった。最寄り停留所は、地下鉄今福鶴見である。大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。